にっこりニヤニヤ月が見下ろしています。よっしゃー、トゥルーエンドの方やっていきますよ。皆さん16番のセーブ、確かここで、ね、タコサクさんが出てくるよね。はい、きたー。これね、トゥルーエンド予報のエンディングを見るためにはね、このタコサクさん、清水さん、テラテラノさん、あとノエちゃんの4人を生き残らせないかもわけでして、そのフラグを立てる一つ目の人がこのタコサクさん、タコサクさんなんですよ、鶴瓶お前で多分1周目の動画見た人もちょっと薄々気づいとったかもしれんけど、選択肢あったでしょ。まずこれが避けなあかんのか。はい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 、うえどうするって、ここで選択肢が来た時に、前回は倒すを選んだんやけど、今回は訴える、訴えかけるんですよ、弁護士に訴えるんですよ。正気に戻れタコサクさん、あなたはまだ戻れるはずなんだ。倒れた、倒れてないわ。ごっくそ激ぃ、うわぁ、タコサクさんが言いなさそうなことを悪口言っている。もう一回だ、もう一回、訴え続ける。もう一回ダメでも、弁護士に何度でも訴え続ける。違う弁護士にでも訴え続けるの。修正の呪縛に負けるな、目を覚ましてくれ。おお、ハートビートが聞こえてきた。うげぇ、どうした。なぜ倒れるんだ、殴ったわけでもないのになぜ倒れるんだ。殴ったんかなこれ。せめてここで気絶していてくれ、結局倒すんじゃ。なんか知らんけど結局倒すんじゃん。寺野さん、清水さん、今行きます。結局のことを、敵局のところ、タコサクさんのことは倒していきます。うわやっと来てくれたか。でも今回の動画は思いの出もないよ。ここですね、清水さんの説得っていうか、清水さんのあのフラグ回収のところなんですけど、清水さんの場合はね、この夢にとどまらせるっていうのが条件らしくて、1回目は確か一緒に行こうと励ますって言ったんやけど、ここは寺野さんに任せる。清水さんのことがよく分かってるテラテラノさんに説得してもらうって感じかな。清水、お前から預かっていたものがあったな。ああ、そっか、テラテラノさんが持っとったんじゃ俺。これはお前には帰る場所がある。人魚の呪いはもうじき解けるそうだ。だからお前に返しておくぞ。そうだ、家族がおるんじゃ、恋人が。清水、帰る場所があるのはいいことな。お前のいる場所はここじゃないぞ、清水。テラ、テラノさん、行きましょう、ご主人様。は、はい。説得できたことになるんじゃ、これで。テラノさん、ありがとうございます。改心した。一周目じゃ家族、恋人の存在を忘れかけとったけど、これでようやく恋人が帰れる場所があるんだなっていうね、アボワクを出しするときのアムロレイみたいな感じの心境になるんですね。僕にはまだ帰れるところがあるんだみたいな、こんなに嬉しいことはない。ここよ、ここよ。なんでこのタイミングでっていう感じで、タイミングで鱗が発生するような。テラノさん、私はここ前のようですね。テラノさん、もう静の霊力がなくなりかけてるので、どうして今頃。
運命だったのかもしれませんが、運命って言葉は使いやすくな。ベートーベンだからな、この人。そうそう、ここで、一周目は励まし続けるって言うたんやけど、やっぱりここも親しい人間からかな。ちゃうわ、一周目ノエを連れてくるだったか、選んだんで、連れて行っきょる間に消えてしまった感じだ。で、ここでちゃんと励まし続けて、目を離さず励まし続ければいい。そうしたら、あの、自責の念っていうか、家族を裏切った自責の念っていうを聞けることができて、それがエンディング分岐のトリガーになるらしいです。ノエさんのいる家までもう少しじゃないですか。今度こそお父さんだって伝えてください。頑張るんだ、テラノさん。熱い、テル君もここは熱い。ノエ、ご主人様、どうしても言えなかったことがあります。なんです？私、実は男の人が好きなんですよ。やめて、こんないいシーンでそういう暴露するのやめて。違うよね。ノエの母、わしの元帥は1年前に亡くなったのです。私はその事実を知りながらも、あの子を見て見ぬふりをしてしまった。だからノエが許すはずがありません。これが自責の念なんだよな。奥さん亡くなっとったか。もうノエちゃんがお母さんと会うことはなくなったところだね。自然に心を奪われ、強い心を持てなかったことが私の罪なのです。だったらなおさらあなたは生きなきゃいけない。人魚の呪いはもうすぐ解きます。ノエさんにはあなたしかいないんですよ、テラノさん。そうだぞ、テラノ、自分の娘のテラノになってくれ。娘からもうテラノと思われてくれよ、お前。どういう意味だこれ。ご主人様、申し訳ありませんが、ノエをここまで連れてきてくれませんか。わかりました、すぐに連れてきますから。気をしっかり持ってください。一周目だったらこの連れてくる間に消えてしまうんやけどな。私のたった一人の家族、この思いがちょっと心の中に残る。生きて帰れたら今度は。出てきた、一瞬目でも出てきた。今度こそやり直すんだ。もうお前に心を奪えないぞ。消えた。しずめも許してくれたんじゃ。家族のために何かしようというテラテラさんの心を見てくれたわ。お兄ちゃん、ノエさん、急いでテラノさんのところへ戻ってください。どうしたの。いいから早く手遅れになってしまう前に。どうなっただろう。なんか普通に出てきた。あれ鱗化した状態で普通に出てきた。よかった、倒れんかったんじゃ。みんなどこへ行っちまったと。おお、こりゃあ静江の尾ひれでねえか。ラッキーだー。テルの声、正気に戻れ、タコサクさん。あ、ここに残っとってんじゃん、テル君の声が。あなたはまだ戻れるはずなんだ。うら、何をやってるんだ。あれ戻った。あ、すね。なんかしょぼくれたかもしれんな、お前は。水がなくなったのか。なんでだ。あ、鱗事件のことをよく分かってないけん、こんな戻っただとかそういう反応すらないやん。
何かが起きて何かが消えることを全く予知せんのまま終わってしまったこの人。ああ出てきた。そして朝が来たって感じ。後にしたってこれね。この辺り3人だけかって言うた。夢に消えてしまった。そんなことないだろう。俺フラグ達成したんじゃないの。来たー。フルメンバー来たー。来ました、フルメンバーです。うん、この中で唯一鶴瓶だけさ、あれ何があったんだかっていう、何も分かってない状態で帰ってきてからな。なんか一人だけ置いてけぼりになされた感があるからな、この人だけ。ねえお兄ちゃん、これで最後になるかもしれないから、ここでお話ししていこうよ。というわけでこの二人は別に前と同じなんだろうかな、会話は。よっしゃ、まず見た、前回見たやつ二人会話聞いておいて、残りの三人。まず、テラテラノさんじゃ。あの、ノエちゃんが生き残るためのトリガーとしてね、あの、テラテラノさんと和解するっていうのがあるんですよ。ご主人様。テラノさん、鱗化した影響はまだ感じますか？いえ、体に違和感がありますが、使いによるものでしょう。この20年、私も年を取りましたね。そうだろうな。あの、若い頃のあなたと比べて、なんていうか、ちょっとぼちゃになってきてますからね。メタボリックシンドロームですよね。ノエさんには、あなたのことは言わないんですか？私には、やはり名乗り出ることはできません。私が父親だと気づいていないのなら、このまま知らずにいた方がいいと思うのです。ああそうか、それがテラテラノさんの決めたことなのかな。テラノさん、何言ってるの。お、ノエちゃん、私お父さんだって気づいてたよよ。マジで。え、ノエさん、ずっとテラノさんを疑ってませんでした。だってお父さんは私に気づいていたはずなのに、いつまでも隠しているから腹が立ったのよ。気づいてたんか。そこまで知ってた、ノエちゃん。わあ、女の人ってなんかこういう時鋭いですよね。お母さんと私を捨てた冷たい人だと思ってたの。の、ノエ。だけど私たちを助けるためにすごく頑張ってくれたでしょ。だったらもう許してもいいかなって。ノエ、今まで すまなかった。二人ともこれから少しずつわだかまりを解消していってください。ありがとうございます、ご主人様。デデ君、これからは仲良くするから安心してね。しかし帰りの車の中で二人が一番最初に手に取ったお菓子は、キノコの山とタケノコの里、喧嘩が始まったのであった。よっしゃ、次。今回の、なんつうか、もう決定打になった清水さん。結局、この人が原因で、静江は死んだようなもんやけんな。この人がみんなに呼びかけてくれたけん、静江を通したようなもんやけんな。この人の影響は強かった。夢見てる。清水さん、そのいろいろとすまなかったな。うわ、心の中浄化してる。清水さん、心の中浄化してるわ。僕はなぜ君に対してあんなに怒っていたのか。人形の呪いにかかっていたんですから仕方ないですよ。そうだよ、この世のいろんな不理不尽は人形の呪いって言えばなんとか納得できるもんだからね。そんなもんだからね。もう妖怪の仕業レベルだからね。もうそれよりテラノさんが写真を見せてくれましたよ。写真？もしかしてこれのことか。そうです、もう一度この女性に連絡してみたらどうですか。そうだな、もう待っていないかもしれないけど
帰ったら彼女に連絡してみるよ。待っていてくれるといいですね。ありがとう、夢いてる。後日、その女の人と会ってみたら、すでにバツさんでした。さて、最後、もう事件のことを全く知らないままここに来ている。高作さん、鶴瓶。おお、まだ頭がクラクラするな。タコサクさん、大丈夫ですか？え？大丈夫だ。この年になって命拾いすると思わなかったな。タコサクさんは本当にギリギリで助かったんですよ。え？ありがとうな。せっかく拾った命だって大事にするよ。長生きしてください、タコサクさん。結局人魚の話は全くしませんでした。多分この人人魚って何だったんだろうみたいな感じになってるだろう。それじゃあそろそろ行こう。あ、ちょっと待って。やきた、写真撮影。じゃあみんなで、へいへいへい。ほらもっと近くに。お兄ちゃん笑顔でね。シャッター切ったわもう。笑顔でねってシャッター切った後に言うなお前は。あ、シャッター今切ったん。あれ、そっかそっか、左側空いとったのはここの二人が入るスペースだったんかな、これ。はあ、いい思い出になったね、お兄ちゃん。うん、そうだな。こんな感じでバスに乗る。フルメンバーで無事になったけんな。こう主要メンバー全無事で帰れたのが良かったな。終わったのね。そうですよ、みんな助けて状態で終われたんですよ。けどさ、このリメイク前がさ、ノエちゃん死ぬエンドで終わるけんさ、どうしてもどうやっても完全な番外編っていうかパラレルワールドの話って感じになるんかな、これ。本当の第一話っていうか、今公開させないけど本当の第一話からしたら、まだ映ってるやん。自然っぽい、まだ映ってるやん、お前。ふるさと。けど、これ、まだ歪んでる。あれ？ノエちゃん、まだ歪んでるで。え？和解したけん、もう、ノエちゃんのフラグも回収したんじゃないんかな、これ。あれ？おかしいな。生存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 、死んでる。あれ、どっかでフラグ回収してこられたんかな俺。あれ、ダメなんかな、ダメだったんかな俺。あ、どうも、また一緒ですね。ノエ、あ、うわ、テラテラさんが助けに来た。大丈夫か、ノエ。そういう感じだったんじゃ。お、お父さん。まだ映ってる黒いやつよ、しずえ、お前。しずえ、もう私たち構わないでくれ。私はもう、家、家族を失いたくないんだ。頼む。おうおう、許してくれた。お父さん
私はもう静江に心を奪われたりはしない。私が守るからな、ノエ。うん。ごめんなさい、竹の子里は。クソだって言って。それ以来、二度と静江の霊が現れることはなかった。うおー、お父さん。お父さん、運命切り開いたで。ノエちゃんが死ぬっていう呪いによる運命の、運命切り開いたで、お前。ベートーベンを打ち破ったで、お前。訂正。訂正してくれた。やったぜ。ザマーミの雫。運命は切り開けるんじゃ。ベートーベンは潰せるんじゃ。